久保さん。堀江さんなんか金髪でしたね。久しぶりに堀江さんの動画見たんですけど。なんかしかもすげえ回ってましたね、再生数、うん。結構すごく真面目に話してましたね。うん。まあ、ちょっとあの、2チャンネル出ましたけど。<laughs> まあ堀江さんもね、多分ね、多分まあおそらく堀江さん相当の数書かれてきたと思うし。だから多分まあ本音でしょうね。 うん、多分ネットにどれだけ堀江さんのこと書かれてきたのかっていうのはね、まあネットに限らずメディアもそうですけど、だから多分すごく思うことがあったんでしょうね。うん。だから僕があんまり有名になりたくないのが、有名になると、あれなんで <laughs>。だからその、僕はそのコンテンツビジネスでしっかり売り上げが上げられる、まあ YouTuber として、 まあ広告収入で稼ぐんだったらそもそも有名にならない有名というかアクセス露出していかないといけないじゃないですかもちろんその、ね、顔を一切出さず露出していくっていうやり方もあるので、まあ、それはそれでいいと思うんですけど久保さんとかはねもう完全顔出しして久保哲郎でやってますから <laughs> それで、ね、やっていくとまあまあまあねしかも今再生数伸ばしてるのが山本太郎さんの「令和新選組」のやつですから まあそこに対するね、アンチ定正は、まあ100%いるし、しかもそのアンチ訂正結構濃いですよね。うん。逆に濃いから、なんだろうな、この論争が面白くなるっちゃ面白くなるんですけど。うん。そう僕の場合はまあずっとコンテンツビジネスやっていくんで、まあある一定のまあアクセスは必要なんで、それをやっていきますけど、うん。自分の商品を届けるために、 まあもちろん、その、ウグイスパンとか山本太郎さんの経由でアクセスを持ってきて、で、売るっていうこともできないことはないんだけど、まあ、コンバージョンレートはまあ間違いなく少ないですよね。うん。だって山本太郎さんの話を聞きに来てるわけですから、そこに対して自分の商品をぶつけるっていうのは結構難しいですよね。うん。まあ、可能性はゼロではないですけどね。だったら、まあ、少ないアクセスでも、まあ、しっかりとその、ターゲッティングをしっかりと、 アクセスその、そうですよね。集めて、しっかり届けるっていうふうにやった方が、まあめ、まあ、僕の場合はコンテンツビジネスやってますから、うん。まあ、そんな感じでやってます。うん。だから、まあ、あれっすね。まあ、堀江さんはね、相当叩かれてきてると思いますし、これからもいろまあ、書かれるんでしょうけども、そう、デジタルタトゥーとかね、言われてますからね、残りますからね。うん。 でもね、僕はね、悔しいっすよね。なんか。なんか、まあ、僕とかも、久保さんとか、堀江さんもね、実名でこう出してますけど、顔出してこう、晒してこうやってるんだけども、その、誰だが、誰が書いたかわかんない。匿名、希望。どこのだ、ど、どの人が書いたのかわかんないんだけど、なんかそこに、世論、世論が注目される。うん。じゃあなんか、僕の場合は、まあ、自分で自分の名前を怪我して、 で、有名にもならない。で、有名にならなければ、その叩いて、叩、叩いてアクセスを集めるっていうことにメリットが全くないので、有名にならず、なおかつ自分の名前は自分で怪我がしていく。で、そうすると検索した時に僕のが引っかかってくるので、僕に興味あるんだったら僕の見てくださいっていう。はい。僕に興味あるのに、匿名希望で誰が書いたかわかんないのを、あの、見て信用するんですか、と。負けたくないですね、そこは <laughs>。 なんで僕の場合は逆 SEO で自分の名前をわざと汚して、で、僕に興味あるけど違う側面、なんかあるんじゃねえかなっていう、なんかあるんじゃないかなって調べても僕がしか出てこないっていうね。<laughs> <laughs> 僕を疑うなら僕を見ろと。で、それでも疑うなら信用するなと <laughs>。いう感じで、これからも自分の名前をもうガンガン汚していくっていうこともやってきますけどね。 うん、それはまあ戦略ですね、僕の一つの。うん、だって、僕に興味あって検索するわけじゃないですか。じゃあ僕見てくださいよって話で。うん、なんか、もしそっちを信用するんだったら、名前を出して顔も晒してね、動画ももう2万7000本も公開してる人なんかあんまりいないわけじゃないですか。うん、なんかそ、それで、なんか一つのね、匿名希望の、そのよくわかんない、その嘘か本当かわかんないやつを信用されるんだったら、 俺のやってきてること何なんだろうみたいな。なんか、腹立たしいので <laughs>。そう。でもね、ブログもね、ブログもちょ中長期僕は戦略としてそれやってるんですけど、やっぱその吉谷拓郎公式ブログっていうもう名前も吉谷拓郎公式だしで、そこに対して名前の SEO の記事をこうちょっと書いてるんだりとかするんですけど、やっぱね、検索上位に上がってきましたね。まあ名前もそんな有名じゃないので、うん、なんか結構僕の キーワードで検索すると僕のブログだったり僕の動画が出てくるようになってきてるんで、うん、はい。まあこれからも地道に、地道に自分を怪我していくっていうね、活動をしていこうかなと思います。それは SEO 的な話なんですけど。いってらっしゃい。